どうもふとちゃんです。前回いよいよ幕を開けたハラペコアワード2020、まずはグランプリをどうやって選ぶのか軽くおさらいします。まずはホルモンメンバーが全ての応募作品をランダムに鑑賞します。作品の評価は目安としてりょうくんが用意したこちらのパネルを使用。ハラペコアワードやこちらのパネルについて詳しく知りたい方は概要欄にリンクがあるので第1回の動画をご覧ください。全作品を見終わったらメンバーが審査しグランプリ作品を発表します。一つ先に謝っておくと莫大な数の応募があったので今回全ての作品を紹介することはできませんでした。ごめんなさい。しかし送っていただいたハラペコの皆さんの作品は全て目を通しております。ありがとうございます。さあそれでは早速ホルモンメンバーがじっくり鑑賞し審査する厳選シーンをご覧ください。エントリーナンバー502番、はい、25歳男性 HS さんの作品、はい、いきますよ、はい、ドン。え、何これ、これ何これ、メガネ買うたんや。 CG、 お高木美穂みたいにかけとけおい、うん、CG なんこれ、もの、デジタル彫刻だって。は、彫刻なん、うん、どういうこと。これはね 3D なんか出力機みたいな。いや特にもうどうやって作るのこれ、え、これじゃあ立体的になってる。本当は立体的、ね、いや動かないけど一応なんか、うん、確かに質感すごい。俺のこの毛穴の感じとか。そうね、これスルッとしてる、うん、絵じゃないんだ、うん、CG だから早い話 CG ってこと。はい、早速点数いきましょうか。これはでもクオリティはまあね、まあ、渋いよね、どっちかっていうと、うん、渋いよ ね、 ね、渋めの、渋いね、まあ基準として真ん中にしとこか、まあ今最初やから、うん、ええー、でもそんなもうええねんって。クオリティの渋地の真ん中にいいですかね。まあ この辺か、そう、その辺、まさにそう、まあ一発目やからね。そうね、うんうん、はい、はい、はい、おめでとうございます、はい、やっていきます、はい、ます これ動画ですね、はい、続きます。ポチ、あ、指か、あー、なるほどね、はいはいはい、おー、すごいすごいすごい、え、こうなってんのこれ、え、ほんと、次はうわー、すごい、あはははは、ヘドマシャ、ヘドマシャ、なにこれ、あ、生命と作ってくれてる、あー、すごい、指が、すごい、すごくな、これ合ってんじゃん、器用、なんで、なにこれ、なに筋トレしとんねん、だった。ああ、チャンスやってる。サビまで見たい。引いてやってる。引いてる、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 引いてる。ちょっと見てほしい、俺のこと見てほしい、ね、メンバー俺のこと見てほしい、あ、ちょっと待って、お腹いっぱい出た。説明してませんでしたが、作品の途中でメンバーが作品を十分に堪能したと思った時はこちらのお腹いっぱいボードが挙げられます。いきます、ドン、ほら、くっついてる、すごいやん、指ネイルアート繋がってない、繋がってる、繋がってない、これメタルポーズ繋げてるわ、どうすんの、すごない、うわー、ベンさんとかね、一円玉、ベンさんすごい、めちゃくちゃ上手に一円玉作るやん、いやいや一円玉違うから、あ、そうそうそう、そっちじゃない、一円玉作ったらちゃうんや、すごいな、これもあの国が作る、うわーすごい。あ、でもこの方腹ペコ歴2ヶ月むしろ何から日誌の CM で初めて聞きました、 CM で、やってよかった、構想3時間制作15時間いや、これだいぶ努力じゃん、いや、これ努力とクオリティでしょ、うん、ちょっとクオリティよりの、うんうん、これは相当高いよ、え、もうちょっと左クオリティも高いね、うん、その辺じゃない、うん、ね、はい、だいぶすごいよ、いきますよ、はい、あ、ドン、いや、腹立つわ、腹立つ、ほっぺた叩きたいわ、ほっぺた叩きたいわ、ブスー
ブスマジブスチャンスやな。ちょっと噛めば噛むほど噛めば噛むほど出るよ、これスルメパターンのやつ。うわバカパクやバカパクでしょ、これこそこの辺だね、これこそバカパクやなブスやったなブスやったわ。音が、うん、リリーほうほうほう期待させるね。ここは音だけなのかな、ワクワクするね、これ。え、なんだ、だんだんこれ以上です、どこで公開すんねん、一瞬だったこれどこで見れんねん、これ何これ。え、サブタイトルついてた今。え、何だった？上原ふとし思い出の中に君がいた言ったことね。これ一個言ったことない。生きとるわ、しかも生きてます、まだ生きとるわ。あ、いったな、早い早い何も相談なしに相談のうちもなく、まあ、でもそうよ、そうそうそう、うん、そういうこと、多分視聴者の人もそう思ってたもん、多分アワードとそういうこと、アワードってこと、そういうこと、そういうこと、これが This is Award、 こういうこと、え、見えますか、上ちゃんか、これ何これ、上ちゃんこれ何、これ缶バッチ、あー、りょうや、これ缶バッチ作ったってことか、バッチか、バッチ作ったようや、え、いくつ、14歳14歳12、手に何か書いてる、手に何か書いてんな、なんだろうあれ、なんて書いてんねん、あれ以上で終わったね、かわいかったよ、かわいかった、14歳やね、14歳の画力ってどれぐらいなんか、ちょっとまあ、頑張ったとは思う、頑張ったよ、まあ、愛もあったけど、頑張ったよ、そういうこと、うん、そうそう、うん、This is our This is our O でちょうどいいかもしれない、カスまで行くとちょっとここから頑張ったしね、はい、動画です、はい、33歳おお、はいはい、ノットだよね、あ、終わった、ね、最後のメッセージに会いたいって、ね、あれちょっと待って、あれあれ出てた、もう A メロからもう早いね、うわ、肉コップや、肉コップや、すごくないこれ、後ろ肉コップ置いてある、ほらだいぶちっちゃい、ちっちゃい、何これ、うわ、いや、こんなちっちゃいやん、それすごい、何これすごいこれ、ほら、うわ、ここ置いてます、すごい、めっちゃ立体感あるやん、こっちもこっちも、うわ、すごい、すごい、後ろすごい、米入ってる、すごい、米粒と比べたらすごない、ちっさ、え、でもすごくなかった、いやでもクオリティもすごい、努力とクオリティと、うん、そこら辺じゃない、ここら辺じゃない、うんうん、飛び出したね、いやもうそれぐらいいったでしょ、いや、びっくりした、素晴らしい、すごかった、ありがとうございます、え、穴開いてますね、うん、穴、あ、穴、穴に指出てきた、子供、なー、かわいい、なにこれ、かわいい、え、本物が入ってるってことだよね、ちょっと、入ってる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 、足、足、かわいい、子供が入ったんや、そう、かわいい、かわいい、バカシブじゃない、結構好きだったこの辺だから、いや、いいよ、いや、あれ、なんかじゃん、もう、あの、エニタイムおしっこじゃん、ドン、おお、爪の、うん、これドットでやってる、すごいドットビーズでしょ、いわゆる、あ、ビーズか、ビーズで、あー、お前お前お前、違う、刺繍だ、刺繍、え、刺繍か、え、ちょっと待って、一個ずつちゃんとバツにしてない、
罰でこうって一個ずつ、うん、めちゃくちゃ時間かかったんちゃうこれは。うわこれすっげえ時間かかってる。こんなサイズ、まあまあ大きいよね。よしよし、大きい大きい。スコアよ、スコアだこれ、スコア。スコアってこと、すごい。刺繍よね。刺繍刺繍。ひとまずラスタハリでやってるんですよ。これめちゃくちゃ時間かかってるよ。ちょっと動画系というかこの実動画みたいなのある。はいはいはい。うわあーすごいすごい。うわ増えてく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 。できた。感じで。あこれすごい。これだいぶ頑張ってたよね。すごい。クオリティ高い。クオリティ高いね、こっちかな。クオリティ。努力もすごいね。この辺だね。はい。ありがとうございます。19歳男性。お若い。KT さんの作品。はい。ボン。これは何ですか。怖い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 早い早い。何だったんだあれ。何あれあれ何あ、分かった。トロフィー、ハラペコアワードのトロフィー。あ、そのトロフィー作ったんや。作ってくれたの。顔全然ちゃうかったやん。あ、ほんまやほんまや。言われたら分かる。ミイラか思うって顔ちゃうやん。目、目が全然伝われへんかったやん。ようやく分かる。言われて気づいたら見るわ。怖いよ。何で作ったんこれ。怖いっていろいろ考えるやん。待って、こいつ待って、こいつネチョリナポリタンだこいつ。うわぁ嘘でしょ。あ、やむを得んでしょう。ではネチョリナポリタン。この作品を送ってくれたのは癖の強いネチョリナポリタンで、一躍腹ペコ界のスターになった玉谷京介くんだったのです。やっぱこの子変わってるわ。ネチョリ、これね、ネチョリだったわこれ。じゃあもうネチョリ、ネチョリ、うん、そういうことです。そういうことよ、そういうことよ。アワードとネジョリってそういうとこあるから、うん、なんでこれ選んだんネジョリ。アホやなあいつ、ほんまに。アホやなあいつ、アホや、あいつやっぱアホやな。もう変わってないわ。こっち、あ、かわいい。ショックマン、ほら、あ、すごいすごい。おお、いいよ、いいよ、すごい。でもできると M でしょ。なんでこれ2号店の顔またたよね、これね。体験はお腹いっぱい。体験は、お腹いっぱい。お腹いっぱい。体験は、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 いや、まあ、ね、いや、すごいよ。よかったよ。いや、よかったよ。よかったけど、あの、背景、そうね。なんだろう、なんかちょっと期待してしまったわ。うん、なんか変わるのかなと。アニメがね、うん。うん、あ、すいません、ちょっと待ってください。もうちょっと先を見ると、はい、あった続きが。なんかある。絶望ビルもあった。あ、背景一緒。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 クレジット変わっただけ。あったよね、昔ね。ジャケット戦隊。かわいい。こういうおもちゃ、あの、ライダン。ライダン、ね。ゴールドライダーみたいな。かわいい。ライダン、懐かしい。これ、ああ、ほんとにほら。気持ちいい、これ、ま、気持ちいい。勝手なイメージのほら、おもちゃになってますけど。うん、いいね。うん。はいはいはい。あ、こう、いいよね。そうそうそう、はい、こんな感じで、ね。欲しい欲しい。ロボット何年、これ実際作りたいわ。かわいいかわいい。あー、これパッケージがその製品は、パッケージも、あー、はいはいはい。こうなるよっていう、返事が返事よっていうね。あ、これだ、うん、あ、なお待って、すごい、いいね。ええー、やん、これ上ちゃんね、はいはい、横なんだね。ええやん、これこれ欲しいわ。いや、これ結構時間かかる。動画がね、裏ビデオみたいな感じなんですけど、裏ビデオ、ほら、レバルジャケットのロマンを伝えるべき突如生まれた戦車戦士、わざとこっちの後ろ見せる。マキシマムオービラアクションシステム搭載、CM や、完全変形、完全稼働、すごい、腹ペコたちも大満足。いや、すごい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 、ロマンジャケット、ロマンジャケット戦隊、ジャケット戦隊マキシマムザホルモンシリーズ続々登場。いいよこれ、すごいいいよこれ。わざと昔の CM っぽくしてくれてんねや、うん、ね、うん、わざと、これいいよ。アイディアだよねこれね。アイディアよかったね。アイディア、アイディアだ。インパクト、インパクト、インパクトもあったよ、うん、クオリティ、あれクオリティも高いんじゃないですか。だいぶいいと思いますよ、この辺、うん、はい、いいと思いますよ。いいです、はい、これは結構あのステイホーム
うん、ぴったりな感じというか、まあ、そっち系のジャンルっぽいですね。はい、はい、いきます。こっち、お家で、いや、これ多分つらいよ、結構ほら、いや、これ相当つらい、これ相当腹筋使いますよ。すごい、これ娘ってことなんだ、11歳だから。そうだね。おー、やばい、この子これむちゃくちゃすごいで、マジで、これ絶対すごいよね。これはすごい、いや、相当ですよ。腹筋バリバリある、ほら、よくある。一回も休んでない、まだ。これいいよ、曲に合わせて。え、マジで。これ、お父さんにしたから。あ、いや、分かんない、でもこの人が何か思うことするかも。あ、え、ちょっと見て、回るか、回るのか、回るのか、すごい、すごい、これ、背景、とにかく娘がすごい、うん、行け、うわ、いや、すごい、おやじ、足上がってきた、足上がってきた、これすごいね、これ、いや、これすごい、この腹筋つらいね、これ、すごい、やりきった、やりきったよ。そんなにつらい顔してないし、そうやね、笑顔ね。娘がやばい、やばいよ、あれ娘やばい、だ、努力だね、パクか、どっちか、バカパカまるね、バカだね、うん、これはバカだわ。でもこれ努力が半端じゃない、うん、バカパクでしょ、これ努力半端じゃないよ。そうだ、ちょっとこれは先にちょっと、あの、作品の形態がちょっとね、特殊なんで、はい、え、作品説明、ホルモンが好きすぎて、はい、ゲームを作ってみました。お、自分でも初めてのゲーム作成となります。タイトル名、デブルナリョッピー、うん、ここで僕、上原が実際にこのゲームをやってみることに。すごいな。あ、あ、やった、やった、よ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 、これ、ま、ほら、え、いや、僕、あ、あ、ゲームオーバー、次だ、テリー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 、むずい、むずい、上ちゃん、むずい、激むず、上ちゃん、挑戦しますよ。はい、頑張れ、頑張れ、いけ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 、頑張れ、頑張れ、土管関係ない、あ、死ぬ、クリアしてほしい、土管関係ないんかい、せめて次の場面に行ってみて、うん、当たり判定厳しくない、これ、てか土管関係ない、当たり判定、いけいけ、もうそのまま行って、いけいけいけ、チャンスチャンスチャンス、あれあれ、この面だけクリアです、これです、これでクリアですでしょ、クソゲーやないかよ、これ、うん、もうおしっこちゃん寄りのバカでしょ、うん、もうおしっこ、もうそうだね、ほぼおしっこ、もはや530をこう読むのか、ライターと比べてるやつは、あ、ちっちゃいんだ、あ、だいぶちっちゃいよ、うん、これ何でできてんの、これ、え、何これ、怖い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 、これ 何でできてるもんなの、これプラスチック、何これ、え、何これ、何か書いてるの、じゃあ何これ、何でできてんのこれ、ゴム、ね、作品の内容、はい、紫色りょうくん、赤色なお、緑大好きはん、黄色上ちゃん、どっちかって言ったら黄色俺やろ、お、続きます、大丈夫です、大丈夫です、早い早い早い、お、結果アートが過ぎるとおしっこってなりますからね、そうだね、過ぎると、ね、そういうことだよね、うん、17歳男性 JY 17歳、うん、ホテルキーはよくバンドのグッズとして多いと思いました。ああ、はい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 、そっち、おい、17歳やな、17歳やな、バリバリ17歳やバリバリやんか、これバリバリ17歳いいよ、17歳が出てる、俺たちが忘れかけていた、忘れかけてる、何か思い出させてた、もうバカでしょ、バカだね、完全にバカ、インパクト強すぎるでしょ、僕、うん、いいね、いいね、もうそうだね、これじゃない、バカだね、17歳やなちょっとこれも特殊な作品なんで、なおちゃんに読んでてもらおうかな、これはちょっと読む系な、ちょっと、うん、これ漫画の作品ですね、これ、はい、ペコお嬢様、いつでも出発可能です、うん、あら、じゃあぶちかましに行きますわよ、ホルモンのライブに、マキシマムザホルモンが好きでタイムリープしてみた、お、タイムリープ流行りの、これさ、アダッチってあれや、あれだよ、林間学校の、ええー、
ダッチ、アダッチや。え？あの、もじゃ眉毛剃った、眉毛剃ったあいつだよ。そうそうそう、アダッチや。アダッチ、ちょっとアダッチです。自己紹介。アダッチは2014年にやったホルモン林間学校に参加してくれた腹ペコ。眉毛剃ってましたね。アダッチの漫画気になるね。大人気バンドマキシマムザホルモン、近年彼らのライブチケットは入手困難である。チケットが取れないなら過去に行けばいいじゃない。メイドリリー、あ、リリーがいるんだ。そんな理由でタイムマシンを。あらら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 、こんな描写。ちょっと足立こんなこと書けるようになったん。足立こんな才能あったん。ちょっと何や足立、いろいろ、こんなタッチの絵を描くんだ ね。こんなタッチの絵を描くんだ。それこそ微塵も感じんかったな、あんな顔で。ね、あんな顔で。はい、ホルモン好きすぎて、ダイエット&イメチェンしてみた。おお、え、ビフォーアフターや。は、え、この人がこの…はじめまして、ハラペコアワード2020。あ、そのしてくれるんや。そういうこと。そういうことや。ダイエットで応募いたします。なるほど、この期間中に。の体重はこちら。嘘でしょ。嘘でしょ。見えないけど、うん、ゾロ目で縁起がいいようです。いや、何がゾロ目やねん。うわー、作戦したんや、うん、うわー、マジでやんかも。お2万歩、ああ、自粛して、自粛して一言かけてね、ちゃんと、うん、うん、おー、その結果何キロした？1週間いく？なんと、10キロ約11キロ1ヶ月で落とすことに成功しました。1ヶ月で？お腹全然ちゃう。すごい、頑張りました。顔もちょっとホルモンのおかげです。すごいね。そしておグランプリを取ってホルモンの歌を歌って、変わった、お前ガリガリやんって言われたいです。すごいわ、新しいアワード。あー、1ヶ月ぐらいか。そう、1ヶ月ぐらいあったから、その期間をチャレンジ期間にしてみようっていう。うわ、これは新しい。これはすごいよ、新しい挑戦。ねえ、完全努力じゃないこれ。もうこれ努力以外何もできないよね。これも完全努力でしょ。努力の人でしょ。11キロ、新しい。あ、これなんだろうな。怖いな、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 怖いなっつってた。怖いな、なんか分かんない、分かんない。はい、はい、エントリーナンバー292番、はい、43歳男性 SM さんの動画です。はい、はい、怖いな、怖いな、怖いな、はい、マキシマムザホルモンの皆様、はじめまして、私は茨城県で庭師をしております森丸です。この度、ホルモンが大好きで、はい、ロックなお庭を、作りました。こちらです。はい、どう、ドン、新しい、新しい。思ってた庭の形じゃなかったけど。あ、メタルポ、あ、違うのか。つめつめつめの里という、つめつめつめの里。なんで、まあ、いろんなあのホルモンのメンバーの皆さんで、まあ、そういう、ホルモンにゆかりのあるものをたくさん、ふんだんに入れましたので、ちょっとご説明させていただきます。あ、説明して。あ、はいはい、ゆかりがあるのか。こちらの、後ろのですね、バックの土塀ですね。こちらは、庭園の、庭の、工法で、半畜工法という、土塀を、作りまして、そこにですね、石をこう組みまして、そこを、まあ、上に、いる、ウエちゃんがですね、その、ボルタリングを表現いたしまして、これを駆け上がってシーチキン食堂について喜んでいる上ちゃんを表現いたします。おるやん、上ちゃんの飼っているペットのインコもですね、喜んでます。まず上ちゃんです。お腹いっぱい、すごいよ。あ、もうすごいよ。すごい作ってくれてるやん。すごい、もう庭師さん、庭師さんって感じやん、もう。すごいよ。好きだな。俺すごい好きよ、なんか。ウエちゃんの庭に置きなよ。芸術が行き過ぎちゃって。This is おしっこちゃんだよ。This is おしっこちゃん。アートが過ぎるとおしっこちゃんあるという典型的な。ど真ん中、ど真ん中。ど真ん中だよ。ど真ん中おしっこちゃん。ど真ん中おしっこやん。つめつめつめの里。いいよいいよ、すごくいいんだよ、すごいんですよ、すごいよ、里っていいよね。
すごいよ。すごいよ。ゴールデンウィークに行きたいもん。つめつめつめの里行きたいもん。行きたいもん。何点かあるんですけど、見ればこれもう。あ、はい。はい。ん？え？あ、制作してる途中ってこと？うんうん、結構でかいね。あれ？あー。あー。だんだんと。あ、これも？うん、これも？ほら。徐々に出来上がっていくんだ。すごい。寿司でしょ、これ。この人。この人、ほら。すごい。すごい。あ、この人。わ、すごい。すごい、すごい、すごい。何乗ってんの？すごい。この人。わ、すごい。ただね、これ。あれ？気になるな、これ。私もね、そこ気になりました。気になったよ。決勝でも大工で。いるね。それはちょっと、それなかったらね。これなかったらよかったね。それがなかったなかった。これなかったらなかったな、これ。それがなかったらな。こいつが。どんな人乗ってんの、これ。どの人乗ってんの？この人。はい、これも。かわいい。わあ、ドロドロするわ。かわいい、何これ。自分なりの歌詞なのかね。そう、そういうことを歌ってますよ、ですよね。そういうことだ。モンスター、モンスター当たったんだ。あ、モンスターも。あららららららあららららら、いろんなとこに。あらららら。おお、うまっ。うまいことしてきてるやん。うまいことしてる。はいはい。これはね、もうね、おばちゃんはもう結構序盤から泣いてます。優勝優勝優勝だわ。これは嬉しいな。これ嬉しいな。これ難しい。これ難しいね。これ難しい。難しいね。ここそうでしょ。泣いたのに二人号泣なのに、まさかのまあ、バカよりかな、ね、ホルモンバカという意味のバカ ね、うん、まあ、この辺とかしとこうかな、うんうん、伝わりました気持ち。伝わった、ね、いや気持ちが超伝わった、うん、愛がありがとう終わる
締まりがよろしい。あ、本当に終わっちゃうんですね。次回へ続く。だいぶすごいわこれ。かわいい、かわいい、かわいい。いやもうこれ最高やなお前これ。うわすごい。だいぶ数秒でおお。お疲れ。お楽しみに。